どうやら安穏と眺めているわけにはいかないようですね。ケスどもめが成敗してくれる。姉上、お待ちを。止めるな、奥義。僕たちは少数、ここで打って出るのは得策とは言えません。それに僕たちはヤクトワルトさんたちと共にオシトルさんから与えられた役目があります。ヤクトワルトさん、アトゥイさん、ルルティエさんらが右側面に、僕たちが左側面に回って敵の背後に出て退路を断ち、近衛衆と合流したオシトルさんと共に敵本体を一網打尽にする。ここでの遅れはヤクトワルトさんたちとの合流の遅れにつながりかねません。最悪オシトルさんが。ならば問題ないな。姉上、オシトルがあのような連中に遅れを取ると思うか。根拠などない。だが確信している。だから私たちは少しばかりオシトルを助力すればいいだけのこと。それよりもここで女子供を救った方がいいに決まってる。それにだ、奥義、一番大事なことを忘れているぞ。大事なこと？我らは十分に強い。あの程度の連中、物の数ではない。さすがは姉上です。しかしよろしいのですか。オシトルさんが言ったように、ここで弓を引けば僕たちは確実に朝敵。お家最高の夢から少しばかり遠のくようにも感じますが。女子供に矢を射る卑劣感どもを捨ておいて、どうして家名を誇れよう。姫殿下をお助けし、民を救い、義を尽くす、この道こそ我らの道だ。それを聞いて安心しました。姉上がそうおっしゃるなら僕も心置きなく戦います。ではまず敵の隊長を仕留めるとしましょうか。敵の方が数が多いですから、連携されると厄介です。それにここで敵を討ち取れば、キュールさんたちに援軍到着を知らせることができ、勇気づけることになるでしょうから。うむ、そう来なくてはな。姉上、慎重に。奥義、一体誰に言っている。いい女は決して自分の言葉を嘘にはしないのだ。くらえ。隊長、何やつ。我こそはノスリ。女子供に矢を射るとは、物の符の風上にも置けん悪辣非道な連中よ。姫殿下に代わって成敗してくれる。敵は少数、返り討ちにしてくれる。いかにも悪役らしいセリフだな。そんな輩には定石通り正義の鉄槌を下してくれる。梅雨払いは僕にお任せください。よし、任せた。参ります。
我が弓からは逃れられんぞ。何？ほぐれてきたな。ご覚悟を。いい的だな。退路はないようですね。見てろよ、切り伏せる。当てる、当てる、うん、我が弓からは逃れられんぞ。追撃だ。体が冷たく、どうだ。退路はないようですね。見てろよ、切り伏せる。当てる、当てる。まだまだ。まだか。お任せください。手加減は苦手ですね。我が弓からは逃れられんぞ。体がほぐれてきたな。まだまだ終わらん。ふむふむ。追撃だ。バカな。いい的だな。名を上げてやる。見てろよ、射抜く。名を上げてやる。ご覚悟を。手加減は苦手ですね。死にたいやつから前へ出ろ。まだまだ。だな。姉上の障害を排除します。
なところですか。諦めなさい。お任せください。こんなところですか。はい、見てろよ。出ますか。やったか。切り伏せる。敵が入ってます。やったか。獲物はどこだ。ご覚悟を。体が冷たく。こんなところですか。見てろよ。この程度。やったか。名を上げてやる。どうだ。我が熱き思い、しかと見よ。追撃だ。どうだ。ご覚悟を。こんなところですか。私に任せるがいい。ハズさん、見ない。いい的だな。見てろよ。放り出せ。やったか。切り伏せる。敵が入ってます。どうだ。障害を排除します。手加減は苦手ですね。私に任せるがいい。一の矢、二の矢。いい的だな。名を上げてやる。はっ。軽い。やったか。ご覚悟を。ふっ。はっ。さてさて、まだまだですね。死にたいやつから前へ出ろ。一の矢、追撃だ。バカな。体がほぐれてきたな。よし、これで片付いたか。どうやらそのようですね。ん？あの声は。聞いてください、姉上。この衛衆やそのご家族からの歓声を。ふふ、我らは当然のことをしたまでのこと。だが、感謝されるのは悪い気がしないな。ですが、姉上、僕たちはまだ彼らをほんの少し勇気づけただけです。おっと、そうだったな。浮かれるのはまだ早かったか。先に行っているだろう、ヤクトワルトたちに追いつかねば。先導します。こちらです、姉上。うん。さて、ヤクトワルトたちはもう到着してる頃合いか。ま、ヤクトワルトもアティの腕が立つし、
ウルティエにもココポがいるから大丈夫だと思うが。大丈夫かい、姫ちゃん。顔色良くないみたいじゃない。お姉ちゃん、風邪なのか。いえ、大丈夫です。大したことありませんから。無理しなくてもええんよ。出来やったら、うち一人で片付けるし。おいおい、全部一人で平らげて、俺には回さないってか。早いもん勝ちやい。やれやれ。ま、そんなわけだ。姫ちゃんはもっと気楽でいいんじゃない。ヤクトワルト様、あんなことがあったからまだ日も浅いし無理もねえが、白の旦那のことを悔やんでるのは姫ちゃんだけじゃない。あの場にいなかったのは姫ちゃんだけじゃないんだぜ。みんな同じさ。だから何も一人で背負い込むことはないんじゃない。今は俺やアトゥイの姉ちゃんがいる。無論オシトルの旦那にノスリ、オーリオだ。シノノンもだぞ。そうやね。ルルヤンはもうちょっとみんなを頼ってもええんよ。ヤクトワルト様、アトゥイ様、シノノンちゃん、あんなことはもう真っ平だからな。そのためにもみんなで力を合わせて、キウル様を助ける。そういうことや。そう、それが仲間ってもんじゃない。もんじゃない。うちらお友達やもん。ま、思い悩むのは後だな。キウルを助けてからじっくり考えればいいんじゃない。先を急がへんとノスリハンやオーギハンにええとこ持ってかれそうやしね。はい、じゃあサクッとキュールを助けて。ん、あや、何やす、まさかオシトルの。こいつヤマトの。どうしてこんなところに。なるほどね。俺たちと同じで回り込んでこの衛衆の挟み撃ちを狙ってたってわけかい。あちらさんにも頭が回るお人がおるんやね。予定外だがやむを得ん。みんなの者、奴らをここで始末しろ。ああ、どうやらあちらさんはやる気満々のようだし、肩慣らしにはちょうどいいんじゃない。こういう筋書きのない展開が本気の戦よね。シノノンと姫ちゃんは下がってな。
潰しとこか。防げた。切り伏せる。はっ。やるじゃない。はっ。やったか。遅いぜ。死にたかったのかい。まあ。射抜く。切られたいのはどいつだ。まだ終わってない。お願い皆様、無理をなさらずに。串刺しにする。串刺しにする。一気に行くじゃない。切られたいのはどいつだ。
れるのなら。勝てるかよ。待ちくたびれたい。いい感じや。体が冷たい。まだ終わってないぞ。このまま行くぞ。ここは任せるじゃない。まだ終わってないぞ。待ちくたびれたい。バカな。いい感じや。延長試合。これじゃ肩慣らしにもならんね。お二人ともお怪我は？こんなの傷のうちに入るんさ。全然へっちゃらんやい。ルルヤンこそ大丈夫け？私は平気です。ココポが頑張ってくれましたから。しかし余計な手間を食ったじゃない。心配や。うちらの獲物まだ残ってるかな。心配はそこかい。だがまあノスリたちの腕なら怪我の心配よりそうなるか。もしかしたらオシトルハンらうちらを待たずにみんな倒してるかもしれん。そうですね。さて時間を食っちまった。何はともあれ急がねえとな。本当にキュールは世話が焼ける。だが頑張ってるキュールは褒めてあげます。行こうルルヤン。
どうやらエンナカムイからの援軍を警戒する動きはないようだな。ちょっと考えればエンナカムイから援軍がやってくることくらいわかるだろうに。ここまで無警戒とはもう勝ったつもりか。兄様。おっと、すまぬ。お前たちの前ではつい気が緩んでしまう。感激の極み。いや、見ているのは誰かなどという問題ではなかったな。悪はもういない。死んだのだ。そう、あの時オシトルに未来を託された時に、我はオシトル、ウコンゲ大将オシトル、姫殿下を守りし者、それ以外の何者でもない。あってはならぬのだ。いろいろ気を使わせるな。長い目で見てほしいなどとは言わぬ。その時はもうないのだから。それがしはしくじらぬ。この命尽き果てるまで。はい、どこまでも共に参ります、主様。ともかく急ぐぞ。今は一刻の猶予もない。分かっているのです、兄様。はい、御心のままに。この衆が泣き言を言うな。肉の壁となってでも女子供を矢から守るのだ。ここは私が時間を稼ぎます。その間に負傷者を後ろへ。かたじけない、ヒュール殿。次から次へとキリがない。みんな奮闘してくれていますが、あまりにも分が悪い。むしろここまで持ちこたえたのは、この衛兵たちが兄上に鍛えられていたからこそ。兄上がここにおられれば本来の力を発揮し、このような敵に負けるはずが。これも私の未熟さゆえか。へえ、奴らいよいよ耐えられなくなっておりますぞ。今こそ突撃の時。させません。一兵たりともここを通すわけには。しまった、矢が。ハハハハハ、ヤダマが突き寄ったようでありますな。者ども、奴を取り押さえるではあります。抵抗するなら多少痛めつけても構わぬですぞ。オシトルメをおびき寄せる餌にしてくれるわ。ここまでか。いいえ、兄上はきっと来てくれます。こんなところで諦めるわけには。待たせたな、キュール。よくぞ持ちこたえた。この衛衆に負傷者多数。でも女性や子供は無事のようなのです。ひとえにキュール様とこの衛衆が捨て身の働きをしたためと察せられます。そうか、皆を守り抜いたか。キュールに任せたこと間違いではなかった。兄上。さまない、キュール。あとは我らに任せるといい。いえ、私の怪我は大したものではありません。矢をいただければ共にまだ戦えます。わかった、頼りにしているぞ、キュール。
はい。キウルが自分に向ける瞳、オシドラに向けたそれと変わらないか。うまく演じているということだろうか。このまっすぐな少年を欺くのはやはり心が痛む。へっへっへ。ようやく現れたであるな。飛行が顔を見せぬことには拙者としても興が乗らぬままだったぞ。押しとる。こいつは確か感知と世渡りに長けた奸賊めが無着に駐禁する拙者をよそにまんまと立身出世を遂げおって、ぬぬぬ、なんと羨ま、もとい小賢しい限り。拙者は貴公以上の武勇と知恵を持ちながら貴公に活躍の場を奪われ続け、ずっとずっと冷や飯を食わされていたのだ。今日という今日こそ長年にわたる因縁に蹴りをつけてくれるでありますぞ。因縁だと？そうである。はて、一体何のことだ。な、何？オシドルから、そんな話を聞いた覚えはないぞ。それがしの知る限り、お前とは接点などなかったはずだが、高額のために教えてもらえるとありがたい。貴様、初めて出会ったあの時のことを覚えてないというのか。初めて出会った時、その後初陣で山賊狩りをした時、剣術の試合で相対した時、それから猫ね。猫でも知らないのか。すまぬ、どれもそれがしにとっては初耳だ。ぬ拙者のことは覚えるに足りぬと申すか。それ好きで拙者をやり込めたなどと思うな。かくなる上は武力で貴公をコテンパンに打ち負かし、拙者の優秀さを証明してみせようぞ。何やら火に油を注いでしまったようだが、うまい。ウコムエ大将を押しとる。受けて立とう。キウルとこの衛衆が世話になった礼を返させてもらうぞ。ねっへっへ、絵面描かせてやるわ。